いや、だからこれは俺のものじゃなくてお前の土産なの。俺はメルルに興味なんかねえっつうの。はあ？はあ？って何言ってんだ。お前が頼んだんだろう。なんで？どうして土産を嫌がるんだよ。確かにご当地メルル買ってこいって。マジ意味不明。オタク臭いはひでえだろう。お前、いい加減にしねえと俺は泣くぞ。勝手にすれば。じゃあ、これはどうすんだよ。せっかく買ってきたのに。必要ないなら捨てれば。あ？いや、いくらなんでも捨てるのはどうかなって思うんだけど。なあ、お前本当にいらないのか？いらない。本当の本当にいらないのか？いらない。本当の本当の本当の本当にいらないのか？すごい、いらないって言ってんでしょ。ああ、嘘だろ。ああ、もうムカつく。二度と声かけないで。久しぶりに声をかけてきたと思ったら嫌がらせなんて最低。久しぶりってたくが3日いなかっただけじゃねえか。なれなれしいっつってんの。そこまで言うか。ほんとありえない。